聖火堂文庫は、東京都世田谷区岡本2丁目23番1号に、ある、専門図書館及び美術館。日本及び、東洋の古典籍及び、古美術品を収蔵する。事業主体は、公益財団法人聖火堂。同財団は、三菱財閥の第二代総帥、岩崎矢之助、第四代総帥、岩崎小屋田府市の所有した庭園と遺品の古典籍。 古美術コレクションを基礎として発足した。聖火堂は矢之助の道合である。数多くの貴重な古典石と古美術品を収蔵しており、内外の古典石を研究者向けに公開する私立の専門図書館であると同時に、併設する聖火堂文庫美術館を通じて収蔵品を初公開している。源氏物語見を尽くしず、俵や創達筆源氏物語関屋図、 タワラヤ達室聖火堂文庫は岩崎矢之助が1892年、神田駿河台の自邸内に創設した文庫、聖火堂を起源としている。聖火堂の名は、死教体が清い編にある豆聖火という句から取られた矢之助の道号に由来する。矢之助は兄で三菱創設者である岩崎矢太郎に従って実業界に入る以前、 感覚を学んだ経験があった。恩師である、茂野安次の研究を援助する目的から古典籍の収集を始め、和漢の古書や古美術品の収集を熱心に行った。1907年には、真の収書家、陸信玄の総々老旧蔵書4万数千冊を購入し、そう、元の半本多数を含む貴重なコレクションが文庫にもたらされた。 翌1908年の矢之助氏後、その子、岩崎小屋田は、父の遺志を受け継ぎ、文庫を拡充し、1911年には、岩崎家の高輪別邸に移転。さらに1924年には、世田谷区岡本にある矢之助の墓の隣接地に、桜井小太郎の設計で、聖火堂文庫を建て、広く研究者への公開を開始した。1940年に小屋田は、 財団法人聖火堂を創立し、蔵書や文庫の施設など一切を財団に寄付して、岩崎家の加算から切り離した。太平洋戦争後、財政難に陥るが、1953年に、同じく三菱系の私立図書館である、東洋文庫と共に、国立国会図書館の支部図書館となって、資料の公開を継続することができた。これは、文庫の資料と施設を所有する、 財団法人が国立国会図書館と契約を結んで図書館部門を国会図書館の支部図書館としてその参加に組み入れ図書と施設は財団の所有に残したまま財団の図書館業務の人的部分を国会図書館に委託するというものである。その後、聖華堂文庫は三菱グループの援助を受けて1970年に国立国会図書館の参加から離れ 再び、三菱グループ経営の私立図書館となった。1977年からは付属の展示室を設けて文庫の収蔵する美術品の公開を開始し、1992年には創設100周年を記念して建設された新館に、高級的な美術館を開館した。聖華堂文庫美術館の展示ギャラリーは、2022年に東京都千代田区丸の内の明治生命館に、 移転の予定である。移転するのは展示ギャラリーのみで、美術品の保管、聖火堂文庫の業務、及び、庭園の管理は引き続き従来の世田谷区岡本で行われる。この移転は、美術館の開館30周年並びに、三菱創業150年の記念事業の一環として行われるものである。聖火堂文庫美術館文庫は、研究者に向けて公開されており、 具体的には、大学生以上で紹介状を有する者に、利用資格が認められている。閲覧は予約制である。研究に資するため原則として、原本を提供するという方針をとっているため、極めて貴重な層、原版を除き、明以降の中国の版本などはすべて古典籍の、原書が閲覧に供されている。資料は貴重書であるため、副写はマイクロフィルムからに限られる。 美術館は年に4回から5回程度の頻度で毎回テーマを変え、展覧会を行っている。なお、展覧会の期間以外は展示替えのため美術館は休館する。聖火堂のコレクションは岩崎矢之助とその子、小屋田が収集した約20万冊の古典籍と約6,500点の東洋古美術品からなり、国宝7件、重要文化財84件を含む。助は、 当時の日本における西洋化の風潮の中で貴重な古典石や古美術が散逸したり日本から流出することを恐れ古典石4万冊を収集した。また俵や宗達室の現地物語石や及び身を尽くしず屏風を筆頭とする書が刀剣なども数多く集めた。また晩年に購入した陸神源の急増書には相反をはじめとする 数々の中国古典籍の手法が含まれている。小谷田は、父の意志を継いで古典籍古美術を収集し、さらに自ら、巨頭とこうしたように、古美術品の中でも陶磁器に力を入れた。中でも、国宝の洋変天目茶碗は、玄徳川将軍家の所蔵からカス局の縁で、その子孫である、淀藩の稲葉家に伝来したことから、 稲葉天目の通称で知られる一品で、聖火堂コレクションの代表といえるものである。絵画彫刻工芸品書籍転籍、古文書出展、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。文庫の建物は、桜井小太郎の設計により1924年に建てられた。鉄筋コンクリート造り2階建てスクラッチタイル張りの、 庁舎な建物で、イギリスの郊外住宅のスタイルを濃厚に表現している。文庫の利用者以外には、通常、内部非公開。東京都選定歴史的建造物。聖火堂文庫美術館の周囲には、南側斜面の梅園など庭園が整備されている。また美術館の脇には展望デッキがあり、富士山など、国分寺崖線の高台からの眺望を見ることができる。 美術館の開館時間に無料開放されている岩崎屋病庭園にある岩崎家の納骨堂。明治43年に三菱財閥4代目総帥の岩崎小谷田が父で2代目総帥の岩崎屋之助の3回帰に合わせて建設したものである。設計は桜井小太郎の死である英国人建築家女イ屋コンドル。 岡本聖火堂緑地聖火堂文庫の周囲を取り巻く。緑は岡本聖火堂緑地と呼ばれる。これは、元は岩崎家の庭園であったが、四十数年間ほぼ手つかずの状態のままにあった。ために、商用樹林が生い茂り、国分寺が決戦の貴重な自然が残されている。現在は、世田谷区の管理地となっている。ありがとうございます。